どこまでもカツカレーでしたね。で、今これはどっちから来てどっちに走っていくんだっけ。この角にいるからこうだからあっちか。こういう建物とかに、建物とか寄り道するとすぐ分からなくなる。お疲れ様です。ん、傾いてる。よっと、ウェブカメラがどっちに傾いてるんだこれ今。ん、早い。12時半だから、傾いてるのか傾いてないのか。あ、今その日に当たって風がないところでじっとしてたんで結構暑かったです。寒か。まだまだですね。ん、南。そう、映像が傾いてるんだと今言われたんだと思って。これヘルメット気づかないうちに結構あの傾いて被ってるんですよね。首が曲がってる方じゃなくて多分ヘルメットがずれてる。ん、あ、今聞こえなかった、すみません。何かが600円で安そうだけどやってないっぽいな。なんか改装してるな。なんか道はこれで合ってる。顔、何売ってるかわからないね。何かが600円。なんで600円だけ消さずに置いてあるんだろう。あれ残してあるのかわからない。 AV ライフステーションセンサー。で、あとは秩父駅に、ヘルメットが、あ、ダメだ、聞こえない。AV、あの、電気屋さんの結構あの、よくわからないキャッチコピーというか文字列がありますよね。その、洗浄が。お尻のバトルフィールドが。ローション、ローソンならあるけれども。そういうボケはいいですか。ん、アスド ASD だったら多分キーボードの横並びだな。クワティみたいなもんだ。あれ GPS また切れました。まだ動いてると思ったんですが、あ、でもさっき再起動したときに、そうか、さっきポーターファイ再起動したときに復旧させてないかな。で、仕事は秘密、ちょっと人に言えない仕事なんで。もうあと 1,2 時間ぐらいですけどね。この今ここがネットは切れた後に自動復旧するようにできない、あ、ならないもんかな。これで数秒後には行くと思います。コンビニ、この辺りセーブオンが結構多いですね。セーブオン、将棋。今日は2時過ぎぐらいには秩父駅に戻って臨行する予定です。戦争ゲーム、FPS はあまりやんないかな。まあでも最近はあの戦車の戦争ゲームやってます。全然勝てない、生き残れない。ん、この辺りの山も結構色づいてますね。色はくすんでるけど、カンコレはやってないんですよ。カンコレはゲームとして面白いらしい。ただ船自体のその造形がスケベな。カンコレはその艦船自体がオリジナルの形では出てこないんですよね。今日お祭りになってるあのガルパンとかは、あの元戦車があの尾体のとこのキャタピラのとこの挙動とかもえらいリアルに再現されてるんですけど、
そっちののなんか面白さがないんですよね、あれは。ただあれはゲームとしてかなり面白いらしい。色づいた、エロづいたかな。またすみません、聞こえない。船はそうそう、土曜日祝日ってことは振替休日があるときですかね。来週は一応静岡の爽やかっていうところの、ハンバーグでしたっけ、あれ肉系の店に、あのみんなで集む、日曜の夕方頃集まるとかいう話があって、それにかこつけてどっか走ろうと思ってるんですけどね。明日仕事です。ハンバーグですよね確か。まあでもよく考えたら来週逃すと、あのアナの株主優待券1枚分が無駄になっちゃうんで、それ使うことにしようかなとか迷ってるとこです。邪道道、まあ、自転車旅行行くときは基本的に配信してますね。掃除洗濯家事親父はですね、掃除はしてない、掃除はほぼしてないな今。それもあって部屋見せられないな。というか、あの本とか衣類が積み重なってる状態なので今掃除ができてない状態なんですよね。逆に言うとその埃は下には届いてないはず。ゴミ屋敷本当にそんな状態なんですよ今で、この手のちょっと1時間ぐらい1時間ぐらい掃除すれば済む話なのがいつまでもできない。この気持ちは分かる人に分かっていただけるはず。いや共感されたって意味ないか。まさに自転車操業ってどうなんですかね。放送で昔はありますけどね、その頃はまだ片付いてたから。帰ると、ちょっと登り始めた。何してたん、精神病んでるかな今、どうなんだろう。イライラしてるわけではないんですけどね。それと掃除できないのは関係あるのかな。でこの晴れててみんなで同意し合ったとして何も解決しないんですけどね。いえ、パソコンモニターが20何インチだっけ、24インチだったかな、27インチだったかな。いつでもそうですね、ゴルフ場、あ今ここでですかね。あ聞こえない、申し訳ない。皆野町だ。何歳、ちょっと年齢言えないぐらい高いです。42歳と44歳の間ぐらい。ああバッチリ言いやがった、そのまま言いやがった。精神と、ああ確かにそれはあるのかもしれないな。今私は何でもかんでもめんどくさいような状態だから。ルンバはですね、ルンバが動けないんです私の部屋だと。そう、40以上になったら初老らしいです。まあ昔の基準だと思いますけどね。昔に比べたら寿命伸びてるから。自転車は99年ぐらいからだから14年間ですかね。14年前に自転車乗り始めてずっとそれが趣味です。自転車旅行がですね。そうもなると無理ですよね。片付ける、裏、なんで結婚しないの、なぜ結婚することが前提になってるのかっていう感覚なんですけどね。結婚しない人間からすると、いや結婚してるかどうか秘密なんですけどね。まあそのあたりのもうなんか
秘密にしてますねとはいいかな。でも確かに普通の常識だとこの年齢だったら結婚してるのが当たり前とか設定に主のヨテハーズちゃんですと聞こえたけど なんて言われたのかな。アブニャン、メコシオん、あ、淡路ですか。その時に今私はチタンフレームと言おうとしてメタルギアって言いそうになったな。なぜチタンフレームがメタルギアになったんだ頭の中で。最悪な初音ミクです。ん、沖縄年末はそうですね、沖縄方面考えてるかな今のところですね。福岡から東京に1月4日だっけ、正月終わってからこっちに戻ってくる飛行機チケットだけ先に押さえてます。あれはもうあっという間なくなるんで。で年末沖縄か、でも長崎というのも考えてます。長崎で、ん、でも長崎は普通に寒いですからね。一枠、ん、どこでの話かな。今日のゴールは秩父駅、西武秩父駅、ん、パス。でも結婚してないこの年代の年代って今増えてるんじゃないでしたっけ。ん、何がどれぐらい、どれぐらいってだけ聞こえた。最近走る場所考えつかない中で、あったかい中でこういう田舎っぽい道をのんびり走るの久しぶりやりたいなと思ってたんですけど、今日のルートは割とそんな感じですね。ん？あら、40代独身はなんか異常者と思われますよね。あとは日本だけなのかもしれないけど、働いてないとそれ自体をネタにして叩かれますよね。なんか義務を果たしないとか言ってるけど、じゃああなたはそのお金をもらうために働いてるんじゃないんですかって言いたいですね。社会に貢献するためにそんな立派な理由で働いてるのかって言いたいですね。単に私はそういう人を批判する人を批判したから人間なんですけどね。毒味独身村ゴールまで、20キロないと思いますけど、勤労の、ああそうか、そういう意味での義務あるか。でもその義務、偏屈、割と偏屈だと思う。ただん、あ、何が最高、ただ人の意見聞かずに一つの考えに凝り固まるようになってしまうと危険だと思ってます。こっち行こう。3時間経っちゃうとまずいですね、私としては。あと1時間半ぐらいで、1時間半ぐらいでもう秩父駅に戻っとかないといけない。間に合わないペースかな、これもしかして。憲法。ただその、あの話はまだこれから先ですね。あそこですよね、なんか、歩道の橋と車の橋があるところ。ん？勤労、まあそうですね。ただその自分が働いててそいつは働いてないからといって叩くのが、なんか叩きたいからとか見下したいからやってるようなイメージがあるんですよね。そういう人の叩き方見てると、旗から見てるとイライラしちゃって。まあでも何つけ人が人のこと批判してるのを見るのが嫌っていうだけなのかもしれないな。だからネットでいろいろ誰かをみんなで寄ってたかって叩いてるのを見ると超イライラしますね。その人が本当に悪い人かどうかはまた別として、ネットで安全なとこから叩いてる人を見ると素敵、いや、この態度は全然素敵じゃないと思います。批判を批判してるだけにみたいなもんだから。秩父鉄はもうだいぶ離れましたね。落ち着いて
同じ、なんだっけ、同じレベルでないとなんとかでしたよね。ん、嫌なこと。一生懸命走ってると本当にあの頭なんか空っぽで走ってることありますよね。ん、何の基本、現場変わ、ん、現場が変わってからなんだろう。ん、それに今の時計、今時計してないです。でもあの普段あの会社行ってる時にはなんだっけ、ん、何の配信をする、叩かれるのが、あの叩かれるの、ね、自体をネタにしてる人とかもいますよね。まあそれはそれ、そういう人たちはそういう人たちで。アラビア文字の前の時計もアラビア文字の時計してました。あのファンデん、いつ配信するのかいつも未定です。私は予定して走ることはほとんどなくて、ほぼ前日とか当日思いついて走ってますね。あ、当日はあんま少ないかな。ファンデーションか、何のミナノ、ミナノ町にはもう入ってますね。でここからぐるっと大回りして秩父駅まで戻ります。アラビア、そうなんですよ、あのギリシャ数字でしたっけ、あの愛がいくつも並ぶやつは、あっちの方がなんていうか視認性が私にとっちゃ良くないので、ブログに配信予定、無理だって予定立たないから。私はそのなんでロボなんですか、久しぶりに言われましたね。なんでロボかというと、大学の時に何かの手違いでモモっていうあだ名にされそうになったので、モモと言われるぐらいならロボと言われた方がマシだっていうふうに自分で言ったもんで、そうなっちゃったんですよ。私もその時脳内から出てきた言葉ってだけで、そのモモに五感が似た、なのでほぼ意味はないんですけどね。サイコンはもう興味なくなっちゃいましたねそう昔から言ってますね。そのモモエリアロボの方がマシだと言ったので、じゃあロボで。モモだってなんかモモレンジャーみたいじゃないですか、あの行くわよいいわねみたいじゃないですか。 このネタ通じないか普通は。あのスーパー戦隊シリーズの元祖のゴレンジャーっていうのがありまして、まあ、詳しいことはそのあたりをウィキでそうゴレンジャー、ゴレンジャーもだいぶ古いですよね。そうスラスラ特に考えなくていいです。思うん、セクシー担当ですね、ペギー葉山ですね。そう、桃色クローバー Z がいまいち何なのか分かってない。桃色クローバー Z は少人数の AKB と思えばいいですかね。そんなこと言うと殴られたりするのかな。多分 AKB を見下してる、あのその桃黒ファンで AKB 見下してる人とかいそうな気がするから。桃時間泥棒の話とかもありましたね、ミヒャエル・エンデの。現実的に海外、まあ台湾とか韓国とかあたりですかね。ん？モノクロ？自転車は今マウンテンバイク乗ってます。あとクロスバイクも持ってます。あ、また曲がるとこ間違えたけど、まあまあ関係ないか。こっから V ターンして、なんかいまいちここ自転車でこっち側に曲がるのがどうやればいいかわからない。二段階右折も何もない気がする。50歩100歩、ん？駆動？バイク、うーん、乗ってる時に見せるの難しいんですね。どこかで止まった時じゃないと。初見さんいらっしゃいませ。この放送は自転車旅行とかこういうポタリングとかを見せるための放送です。ロードバイクはいくらというか、ロードバイク持ってないです。
今乗ってるのはマウンテンバイクで10万ぐらいのやつです。昔は30万ぐらいのに乗ってブイブイ言わしてたんですけどね、30万ぐらいのに乗って、違いがあ、また秩父市に入った。ロードのクロスの違いはフラットバーとドロップハンドルの違いというのが一般的には言われてるけど、ただ境界線はきっちり決まってないですよね。フラットバーロードバイクっていう言い方もあるし、フラットバーロードって言いますね。フラットバーロードなのかクロスなのかっていう区別は多分ほとんどできてないと思う。また聞こえませんでした、すみません。まあ、つもり、まあ思考でいうとそんな感じですかね。緑色のがマウンテンバイク？わらじかつか。クロスとマウンテンは割とはっきりしてると思いますけどね。クロスは 700C であるっていう時点でタイヤサイズが違うというイメージですけど、私は26インチタイヤでクロスバイクって言い方するやつは多分ないですよね。クロスバイクは 700C っていうサイズのタイヤで、マウンテンバイクは26インチと、あと最近29インチが流行ってる。10万前後の価格帯だと29インチの方が多いぐらいかな。サスペンションがかな、平均10キロぐらい、巡航速度は20キロぐらい。自転車の曲やってみようと思ったことはまだないです。油刺す、あ、輪行ですね。だんだん慣れますから、多少大変だったとしても繰り返すとどんどん楽になりますから。ただ個人的には輪行人口を増やすと、あんまり増やすと自分が不利になる。バイクに傷はつきますね、かなり気をつけないと。ユニベロ、あーちょっと今の分かんなかった傷だらけ。私 の, マウあのこのマウンテンバイクももうすでにかなり傷ついてます。輪行でキャリアと一緒に混んでるときは乗らないしかないですね。どうしても乗らないとその日に帰れないとか、極限状態になったらできる限り申し訳ない顔をして、でできるだけ真ん中の方でその人の流れの邪魔しないところに自転車袋置くしかないですね。ああちょっと聞こえない。いやでも申し訳ない顔って本当大事ですよ。横柄にしてるとめちゃくちゃ憎まれますよ。パッキング動画、あスーさんに撮ってもらったやつかな。タオルで、いや申し訳なくなるぐらいやってないです。たまに油さすぐらい。新品これ買ってどんぐらい経ったっけ。あ、もうこれだいたい回り込み終わったところかな。眉毛、なんすかそれ。あ、もうここから秩父市街地まで南下するだけですね。もうこれでだいたい山を回り込み終わった。秩父駅の方まで直行しようとすると、今日は40キロ弱ぐらいですね。あと10キロぐらいだと思う。で、2時ぐらいだからちょうどだな。お、ロードの人たちだ。
40キロ、1日40キロ走るとか言ったら鼻で笑われる場合と、今みたいにすごいと言われる場合がありますけど、だいたい自転車界隈だと笑われる方が多いかな。養鶏場、淡市マウンテンバイク、全然問題ないと思います。多分私はそもそも淡市1日で走ることができないけど、前行った時は3日間かけて走りました。3日間、野宿して旅館泊まってホテルか洲本っていうところのホテルに泊まったかな、あの時は。あと鳴門海峡の道の駅、ああダメだ、あのサッカー音しか聞こえない。なんか言ってるのは聞こえるんだけど、大滝出るのと聞こえたからレースのことかな。私はレースは全然出てないです。昔エンデュールとか出たことはあるけど、もう出ないですね。あれはなんかそのなんだろうな、やっぱり競技としての自転車の面白さっても分かってないな。そうそうフレームにひび入った時です。淡路島、ほんとすごい音がしてましたからね。立ちこぎするとギーギー言ってましたから。でフレームよく見たら、まあ、自転車さんで見てもらったんですけど、明らかにひびが入ってたフレームに。同性になんか恋愛相談的な話だったら私は多分対応できない。チタン乗った期間ですかね。チタンは10年ちょいぐらい乗ってましたかね。結構早めに買ったから、乗り始めてから、自転車趣味始めてから1年ぐらいで買ったから11、2年経ってたはず。チタンのマウンテンバイクでした。パナソニックのセミオーダー。恋愛経験豊富ですね。そうそう、パナツタン。パナツタンは今、私の隣で寝てます。大滝出るのはまた言いましたね。なんか今日繰り返す人が多いな。同じ人が繰り返してるかどうか、後でチェックしよう。裏道、これは結構どうだっけ、これ国道じゃないんでしたっけ、県産なのかな。なんか意図的にやってるような気もする。これ県道ですか。何の女性と、ああダメだ聞こえぬ。そういや、あの Windows タブレット買って配信することになったらトラブルですか。でかいトラブルは何かな。北海道を昔走っててこけて頭打って記憶が飛んだ時かな。まあ最終的に問題なかったんですけどね。パンクは過去にやった中では5分っていうことが1回ありましたね。輪行の時間が迫ってて大急ぎでパンク修理したことがあった。まあ普通やったら15分か20分ぐらいかかりますかね。あとは今タイヤの硬さによる。5分の時は結構、あの時は確かパナレーサーのロードランナー履いてた時かな。割と柔らかめのタイヤ履いてた時なんで、きついですよね。今これシュワルベマラソンは結構硬いはず。パンク、いやいやいや、タイヤでは無理。私の指先は繊細なので。
タイヤはめるときにタイヤレバー絶対使うなっていうポリシーの人もいますけど、そんなに夢の力ない人間もいるんで勘弁してください。ちゃんと噛み込んでないかチェックしてますんで。噛み込んでないかだけじゃないか、そのタイヤレバー使うときに挟み込まないように気をつけてはいますので。自転車整備もなんかポリシーが凝り固まってる人がいて、それに沿わない人見ると一言言いたくなる人が多いんですよね。凝り固まり言い過ぎかな、別に間違ってるわけじゃないんだから。そう、指先弱くて本当にパンクしてる場所は、私はだいたい唇の先で、唇にそのタイヤ、唇をタイヤに近づけて、その空気が漏れてないかどうかをチェックしてます。一番確実なのは水の中にくぐらすことですけどね。丸々交換、私はだいたい修理しちゃいますね。結構昔は4つか5つぐらい穴が開くまで同じチューブ使ってました。最近はそもそもパンクの頻度が減ってるからな。唇、私は空気漏れの空気の流れをチェックするんだとしたら、チェックに使いやすい場所としては唇かなと思ってます。耳で音聞くよりは分かりやすいんで、すごく4つですかね。もうそろそろやめたがいいかなと思って。まず交換の人が多いですね。ただ交換せずに修理して使うと予備チューブがまだ1個残ってる状態が維持できるじゃないですか。というのもあるかな、後付けかな。そう、チューブ交換するかチューブ修理するかっていうのもそれぞれなんで、どっちでもいいんじゃないかなと思ってます。私が少数派の修理する派だからかな。過去に修理してそのもう一回穴が開いたっていうのは1回だったか2回だったかな。1回が前配信中に北海道で、北竜町ってとこのあたりで大穴が開いて、職人肌かな、何が面倒い、そうするんですかね。なんか大体言われるんですよね、チューブ交換した方がいいって。まあ確かにもう一遍パンクする可能性とか低いわけだし、交換した方が確実ではありますよね。ボーナス50万、どうだっけ、もったいない、そうもったいないというのもありますね。サイドカットありますね。私はスパッと切れたことはないですけど、どんどん薄くなっていって、昔はロードランナーっていうパナレーサの自転車 の, タイヤ使ってた時は、お金いつまで、もうあとどんぐらいだろう、もうそんなに残ってないと思います。1時間は走らないと思います。今日は本当にポタリングだったな。峠は全然なかったし、まあ、母いてはいたけど、買った瞬間に自転車は1、2、3、4台目、違う5台目だ、5台中の1、初代は福岡の実家に置いてて、で2台目の折りたたみ色、うわあ、GoPro が GoPro に当たった、大丈夫かな。
のレンズが汚れてるのかどうか見えないですよね、 GoPro のレンズで。今なんか言われましたっけ。すみません。あ、外部バッテリー切れました。まあでももう今切れたら切れても多分大丈夫。 PC は持つし GoPro も多分持つと思う。 GoPro は6時間以上撮れるので、朝30分やったのときっかけに壊れたのと、3台目買った時にはそろそろ本気で自転車にお金出してもいいなと思ってた頃ですね。自転車旅行にハマって1年ぐらい経ってで、チタンのその30万ぐらいのやつ買って、そんなになんか違いわからんなと思ってたんですけど、後から10万ぐらいのクロスバイクを買ってマウンテンバイクを買ったら、どんだけあれな使いやすかったかよくわかった。その3台目のマウンテンバイクは30万のやつはフレームがにひび入っちゃったんで今眠ってます。胴平ですかね。あれは今日丸大さんがさっきこんにゃくの時に会った丸大さんがすぐ近くの白石峠行ってましたけどね、白石峠登ってからこっち来てたランセル。チタンフレームの修理っていうのは結構特殊らしくて、30万でしたね。何ですか今の10万。チタンフレーム軽かった。あとフレームのですね、キャリア取り付けとかが、まあオーダーで付けてもらったから当たり前なんですけど、キャリア取り付けとかはすごいやりやすかった。その後に買ったクロスバイクとマウンテンバイクのにキャリア取り付けるの一苦労ですよ。で、輪行のパッキングの図鑑とかも、その昔のマウンテンバイク使ってた時に比べたら時間かかるようになったし、あれセミオーダーでした。サイズはそんなに細かい指定じゃないです。ダメだ、聞こえない。軽いロードバイク1キロぐらいじゃないですか。それちょっとバカにした言い方ですかね。現実的に考えて7キロ台じゃないのかな。30、40万するぐらいするロードバイクだと7キロ台なんじゃないですか。6キロ台はさすがにないかな。あるのかな。ダブアナ、キャリア用のダブアナなのか泥除け用のダブアナなのかっていうんで結構違います。お、なんか懐かしい感じ。ゲーセンだ。なんか昔ながらのゲーセンっぽいですね、ここ。軽い方なんですけどね。でもテーブル筐体あまり置いてないかな今は。そう、ガリガリどうなんだろう。ガリガリ君は寛容なんじゃないですか割と。バイク今なら見せられますよ。今引っ掛けたか。リアライトが落ちた。これどうなってる。よいしょ、ちょっと待った。バイク見せるのはちょっと後で。これでいいかな。これで、よかった。よし、大丈夫だ。降りるときに引っ掛けちゃったみたいですね。見えますか、このタイヤの黄色いところはですね、フィックスリフレクティブというシールを貼ってありましてですね、猫目。そうそうそう、さっき Z さんが後ろにつけてたやつの短いやつをテールライトに使ってます。そう、黒メリダ。いくら10万。メリダ、お、心電落ち。
そう、あのこれスポンサードでただで手に入れたんで、パチンコと招待所見た、どこのところだ、あの生活感アップのアクセサリーは結構私的には重要なんで、昔見たあの日本一周してたバイクの人のか、あのオートバイでいうと、あの洗濯バサミとか挟んでるとめちゃくちゃあの生活感上がりますね。あとコンビニ袋が下がってるのもポイント高いかな。スポンサー一応あのこの放送やってた、あとサイバーサイクリストっていう名前名乗ってるので、パチ、あ、多分ゲーセン内のあの普通のスロットとかとは違うやつだと思います、知らないけど。サドル今いい感じですよ。スケベース昔見たのか。でもこのあの穴が開いてたり溝があったりするサドルっていうのは今一般的ですよ。まだ一般にはあまり知られてないんですかね。どうも、私のこれはスポンサー、まあいなくもない、この黄色いシールを提供してくれたところと、あとあの小熊屋洋菓子店っていう福岡にあるあの個人でやってる洋菓子店がスポンサーについてますよ。妹なんですけどね、小熊屋洋菓子店です。小熊屋はひらがなで小熊屋の洋菓子店です。ん？で、小熊屋洋菓子店はですね、最近なんかメディアで紹介されたらしくてですね、小熊カロンという名前の熊の皮をしたマカロンが大人気でございまして、あの大変好評いただいております。大人気と好評いただいておりますと、かぶったな、大繁盛。まあ一人やってるんであれ儲かるってほどではないと思うんですけどね、多分性格的にそんなに利益乗せてないだろうし、おそらくは。ん？あ、で最近実店舗ができまして、コグマ洋菓子店、コグマカロン、あのひらがなでコグマカロンで検索するとすぐ出ると思います。ん？夢店、あ、夢店ですよ、夢店本当に宣伝ですから、これわらじとんかつは昔食べたことあります。それも配信時だったかな。お店でどうかな、これから大きくしていけるのかな、あれは。あと人雇ったりはしなさそうな感じもする妹さん結婚してるかどうかって秘密にしたんじゃなかったっけ。それはさすがにわかるか。これは左の方でいいのかな。いくらくれる、あのスポンサー、ん、さすがにどうだろう、これ左側行ったらいけないかな。地図上では合流してると思うんだけど、ん、アドワンブツカロを覚えろ、なんだろう、こっち側下っていっちゃダメかな、これ地図上はこっちで道がつながっているように見えたんだけど、これもしかしていつ、ん、釣りそうな道、嫁に乗れ嫁に乗れとか言われるかな。そう、あの熊はタツオです。うん、やっぱりご用意した、なんかほんのちょっと今向こうの方を登ってたんで、あと車が多く見えたんで、30過ぎて。この放送見てる人の年齢やたら高いって言われますよね。実際もアンケートしたら確か 4,50 代が一番多いんじゃなかったっけ。全くおっさんばっかりだな。ん？嫁残った。で、これがあのさっきコメントであったあの花の橋ですね。金、私はでもそうでもないですね、あの本当に銀行の交通費しかかかってないぐらいだと思う。あと宿泊費か、
サンアイランド、全くおっさんばっかり見やがって、まあおっさんだからな私が。落ち着く、ん？落ち着くのは？確かこの欄干にあのメンバーが乗ってるんでしたっけ？絵的には。私はそれ見てなくて、ポスターかなんかでそういう絵を見たような気がする。あのシーン。いや、確かポスターで見たと思う。取り寄せ、あ、可能ですね。あ、くしゃみした。黒芝が。え、カクカクですか？この辺り結構、そう、カレー臭。助走して森の中を走るっていうのがあの花にあるのかな。マジ扱い。ん？だるまをリアに積むっていうのはどうでしょうネタ？ん？あ、何がどれぐらいの距離？さて、あ、閉まった。あ、いや閉まってない閉まってない、大丈夫大丈夫。今のはあの歩道の方の橋です。車の方の橋が今のなんか逆 Y 字型のタワーが見えてた方、あっちが車が通る橋ですね。カレー草、カレー臭はなんか最近自分の画面が少しなんていうか、あのなんだろうな、天ぷらの匂いがする気がする。自分の顔あたりからどっからか天ぷらの匂いがする気がする。メンマで、メンマともう一人の女性キャラの方があだ名がアナルだと聞いてびっくりしました。あの花びっくりしたよ。カレー臭なのか。清吉くんは今もあの自分部屋の中に安置してあります。牛丼、牛丼食うと天ぷらの匂いがするんですかね。NG、あ、そうなんだ。カレーと天ぷら、あー、うん、どうだろう。カレーの方かな。耳？耳から匂うんですか？カレー臭っていうのは。その辺りにあの線があるのかな、線。月に泉と書く線があるのかな。ん？カレー臭って言葉も最近流行り始めてます。最近でもないけど、そんなに昔からある言葉じゃないですよね。すっかり定着してるな。君の後ろが、癒やし癒し何かが。昔この道沿いに桜湯っていう銭湯があったんですけど、なくなっちゃいましたね。この後ろがない、ない。ダメだ。腕コロン。ああ。脇か。ここは。まあ、周り迷惑になるような匂いになってきたら考えるかな、その辺りは。自分で感じてないだけかもしれないけど、誰かに言われたらやろう対策は。普段あの匂いがするものは身につけてないんで、床屋さんに行った時にもう言わさずつけられてたぐらいかな、あの匂い、なんだっけ、なんていうんだっけ、あれポマードじゃなくて犬。ビジネスで、ああ、そういう、加齢臭防止ビジネスか。なんかそういうの反発覚えますよね。手遅れ、どうだろう。そこから対策したっていいんじゃないですかね。問われ。40代ですね。
これはちょっと登るしかないかな。登るってほどでもなかったな。ヘアリキッド、そうそう、そういうやつ。それは自分の方の話では盛り上がりますね。私はなんかそのビジネスに踊らされてるような気がして好きじゃないですね。狭いですね。眠たく よく言われます。いいことなのか悪いことなのか、あんまり良くないイメージがあるな。そうそう、年齢いったらもう必ず加齢臭がして対策しなきゃいけないって思い込んでしまうのも踊らされてる感じがするな。もうこれでほぼ市街地の方に入ってますね。あと何駅ぐらいかな。どこに、横浜の自宅の方に、西武秩父から臨港です。特急か、いくらぐらい違うんでしたっけ。1000円違わないんだったら乗ってみてもいいけど、特に必要ないな今は。今の時間帯は空いてるだろうし。ん、メック、ん、5000円、5000円違うんだったら乗らないな。カクカク、いやもうこのまま最後まで。ここから先なんか特に見せたいというものはないので、あと駅について輪行するだけです。新幹線ない、こっちの方ない。新幹線こっちにあるのはレッドアローです。うん、東半の乗り換えです。朝それで来ました。狭いですね。でも歩道は広い。全席指定はレッドアローはですかね。多分そうです。いや、どうだっけ、覚えてない。振り返りは一応やるつもりです、今日は。おお、何だよね。自転車は袋に詰めて持って帰ります。車輪外して、車輪をその本体の左右に弱えつけて、でそのサイズで袋に入れます。あ、全席スポーツ、いや自転車旅行をやってるだけでスポーツとしてあんまやってないですね。まあできれば毎週走ってればそれなりの運動にはなると思ってます。今は毎週乗ってないんですけどね。振り返りは今日は、あ、どうだろう、ルーターがちゃんと交換できてまともに動いたら今日やるかもしれないです。今日か明日の夜10時ぐらいから。ん？何の近所？来週土日は日曜日の夕方に静岡県のさわやかっていう店にいる予定ではあるんですけど、ちょっと帰るかも。来週はそんな感じです。飛行機使おうかなと。私は横浜の方に住んでます。もう横浜かこつけネタは言わないようにした。イエス、爽やか。なんか写真見てると全然爽やかじゃない。爽やか、そう、ハンバーグの予定ではあります一応。
肩骨でしたっけあそこの。来週末、ああ。今日もなんか天気どうなるか分からなかったんですよね。誰と、あ、爽やか合流は何人かいるんですけど、途中は一人の予定です。何これ。うなぎですか。うわ。今のこの狭い道でそれはないだろう。で今の店はあれ何ですか。お気軽ファッションベニヤ。ベニヤかな。ベニヤじゃなくてベニヤですねこれ。確かベニヤって伊豆大島にもなかったっけ元町に。ベニヤ板のベニヤだとか思ってた覚えがあるんで。ただ同じベニヤじゃないか、ベニヤじゃないかもしれない。1時間。あ。ありますよね、よくご存知で。元町はなんかあの土砂災害でえらいことになったらしいですけど、カタカナのベニヤだったんですよ確かあっちも。改正、あ、逆走禁止ですね。いや逆走禁止は元からそうだったんで、なんか 法改正というか変わるっていうのとはちょっと違うと思うんですけどね。変わるんですかあれ、なんかが単に厳密に適用するって意味じゃないんですかね。何かが明文化されたんだろうか。でももともと自転車は車両であって逆走禁止、車両は逆走禁止なんだから、何かが変わるっていうわけじゃないと思うんですけどね。例えばその県によって条例が違って自転車で逆走できるところとできないところがあるってわけでもないだろうし、何が変わるんですかねあれって。それか単にあの適用される罰が重くなるのか。路側帯、あ、そうか、この路側帯なんかグレーだったんだっけ。ここのとこですよね、この間逆走の安全。あ、帰る。グレーゾーンだったのか。あ、それが変わったのか。にしてもまあそれもマナーとか常識の範疇だったんじゃないのかな。なるほど、そこが変わったんですね。でここから左行くと秩父鉄道の秩父駅。ん？まあ自分の安全と周りの迷惑になるかどうかっていうところのバランスも必要ですよね。もう帰ります。結構あの自転車そのすれ違って危険な思いさせられないように車道の真ん中をできるだけ走るべきだって考え方もあるみたいですけど、私はあれもなんか逆に車をイラつかせてしまって危険だと思うんですけどね。あと歩道の中はまあ逆走っていうのはないですからね。歩道はあの左側通行じゃなくてあの車道に近い方に寄って走るっていうのが原則ですね自転車は。確かそうですよね。歩行者はその車道じゃない側の方に歩くっていうことで、自転車は車道よりはあの走る。ああそう、さっき見えてるの怖いですよね。あれはまさに危険だと思う。ああいうところは歩道があったらそっち走った方がいいですよね。まああの寝てんのも自転車のタイヤサイズだから危険って。待てよ、あれバイクも危険ですよね。あ、原付30キロなんですか。そう、ママチャリっていうのも特殊な文化だから。でママチャリとスポーツ自転車も一緒くたにせざるを得ないですよ、ね、今の状態だと。注意、デロリアン。ん？原付き。
戻ってきた。どっかで一緒しないしたい。よかった、無理やり渡らせてもらいました。よかった、渡してましたね。またそば祭りの悪態ついて。そう、ご老人に関して言うと、もう考え方変えられないだろうから、そのあたり大変ですよね。今の時代はこうなんですって言っても多分通じないだろうから。二段階でしたかね、あれ。二段階右折っていうのは、あらゆるところで原則として適用されるんでしたっけ。その交差の仕方によっちゃ微妙で、どれが2段階なのかよく分からなかったりしますけどね。こんにちは。ポタリングとしては久しぶりですね、確かに。そう、そういう人が、確かに道理の分かる人に対してはそれは文句言うべきなんだろうけど、道理がもう分かりようがない人に対してはどうすべきなんですかね。まあでも言うしかないのか。もう考えが変えられない、脳の中がそうなっちゃってる人もいますからね。もうすぐ、そう、あ、しまった。自転車、そうですね。田んぼ？まだそば、まだ結構汗ばんでるな。チンタツそば、関東甲信越で有名なチンタツそば。蕎麦の金達すごいな、本当に夢だあれ。いろいろ細かいところは結構普通に考えてっていうのというのの結果と、厳密に適用した場合の、ルールを適用した場合の結果違ったりすることありますよね。金達ってあれ有名な、有名って書いてますよ自分で。関東甲信越で有名な金達蕎麦の金達って書いてありました。あれ読みはチンタツで合ってるんですかね。チンタツそば、なるほど、それか。ここもそれか。あとなんかドガンドガン鳴ってるのは何ですかこれ、この音は。なるほど、アドマシで昨日出たのか。でもアドマシに出る前から多分関東甲信越で有名なって書いてありましたね、あれは。あともう数百メートルですね。で多分この音は駅前でやってる音じゃないかな。なんか夜祭りをするっていうのが確か秩父あったはずなんで、それが今日明日とかじゃないのかな、違うかな。なくもないかに、あれ違うか。100メートルもなかったですね、数十メートルでしたね。これが西武秩父駅です。いや、やっぱここだ。的に、ありますよね。あ、やってるやってる。どこだどこだ。あそこか。ね、ここは駅としてはかなり。商店街というか仲見世通りっていうのが併設になっててでかいんですよ。
タファイ持って。子供でもあんな音がするんだ。12時半からと13時半からと14時半から。ああ、ちょうどいいタイミングだったんですね。まあ終わりがけだったけど、自分の声が今途中で聞こえなかった。キャラせんべい。カツカレーティック。かっこよく食べるんですね。おやきとか、そっか、昼間にこう来たことあんまりなかったな。朝到着して。まだ店があまり開いてない頃に出てしまうから食材で中店ですね。あ、そうだ、今これオートフォーカスオンのままじゃなかったっけ。あ、やっぱりずっとオートフォーカスオンだったのか。これんラハイナとはお餅、あ、お餅はあるんですよ。ですね、あれ、お高いこっちか。餅はですね、秩父餅っていうのがあるんですよ。
前初めて秩父来た時に食ったことあります。まあただ割と柔らかめの餅なので、団子よりってわけではないんだけど、まあでもやっぱ餅かな、あれは普通に。あれあれ、昼間ってこう人多いんだな。いやあれか、やっぱりアドマチ効果もかなりあるんじゃないかな。仲見世通りの中にも、今これ中ですけどね、ほら秩父餅、しっとりもちもち、よもぎまんじゅう、地酒まんじゅう、大吉まんじゅう。大吉まんじゅう知らないな。でここもあの花ですね、これはあの蒸しパン、水戸屋映ってるかな。もちもち、うわこういうのか、吉高由里子。ここはあの花コーナーですね。ごまちゃん、誰ごまちゃん。八幡屋、八幡屋ってどこですかね。アニメキャラばっかり。でもここはなんかそんなに全面的じゃないですね。あ、シャクシナうまいんですよね、あの花グッズ。私あの花見てないので。萌キャラ、まあ萌キャラは世代の違いだと思いますね。抵抗感じるのは、私も抵抗は感じるけど見下したりはしないようにしたいなと思ってます。あれさんの歌を、今日はお笑いはえらいことになってますからね。あ、多分これこのアニメで当たり前なんだろうけど、この自由 T シャツいいな。勘違い日本語 T シャツみたいで。こんにちは。あと昔大学時代かな、聞いたことあるんですけど、韓国だと脈っていう漢字がかっこいいらしいですね。脈、秩父そば、あ、有名ではないんじゃないのかな、どうなんだろう、ちょっと知らないんですけど。さて、何分だっけな。まあ適当に調べ、時間今からだと余裕あるかな。でパッキングするとこ久しぶり配信しようかなと思うんですけど、人結構多いですね。ちょっと待ってください。観光パッキング配信は自転車旅行で輪行どうやってるのかって見せる意味で、それなりに私の中では比重でかいんで。のどか、あ、のどかって漢字のことかな。といってどこに植えたらいいかな、これ。あ、ミューズパーク、ここからここと西側を隔ててる山ですね。昔はあそこがツールド秩父っていうイベントやってた時代のスタートゴール地点だったんですよ。のどか、長官と書くのどかですかね。のどかって他に書き方なかったっけ。長官、長いに、門の中に、門の中に何だっけ、木だっけ。でのどかですよね。それはなんか知ってる。こんにゃく食べました、食べました。やってほどは食べてないな。パッキングは自転車を袋詰めすることですが、どうするかな。そこら辺の地面に置いてたら踏まれそうなんですよね。まあ大丈夫かな。あ、今年ラフランス出てないですね。ラフランスはなんか人が最近めちゃくちゃ多くなってきてたんで、というのと、あとなんか何度も同じことやってると別のことしたくなるんですよね。というので3回4回行ったかな、以降はしばらく行ってないですね。カツカレー食べました。本当にカツカレーでしたよあれ。じゃあちょっとこっからはほぼコメント対応できなくなりますが、パッキングをお見せします。このぐらいの角度だったらいいかな。よっと、
あとはコメントはあの iPhone の方でちょくちょく見ながらやりますけど、基本的に応答できなくなります。これ後で GoPro で編集すると考えると人が映ると大変編集が面倒なんですよ。まあでもしょうがないか。今皆さんには見えてないと思いますけど、 GoPro だとこれ広角なんでかなり映っちゃうんですよね。あれ今他の人たち映ってますかね。もっと近づけないとダメか。10万。
簡単に取れるんですね。あ、これですか。あ、ええ、そのレバー倒せばすぐ外れるやつですか。ええ、びっくりした。ちょっとかな、人のいるところでやって申し訳ないですけど。で、これで袋詰めして、はい、電車乗せて帰る。え、電車に乗るんですか、これ。はい。あの飛行機に乗ります、これで。おららららら。よいしょ。そういう自転車なんですか。いや、あの普通のスポーツ自転車は全部これができるんですよ。まあ、ただやるかどうか別なんですけど。はいはい。随分じゃあ軽いんですか、重量は。これでも 12、3 キロあるんで、そこそこずっしりきます。だからこれであの北海道とか飛行機で一発行ったりできるんですよ。あ、運動で走ったり。こういうのはあれなんですか、荷物扱いとかなるんですか、ね、運賃取られるんですか。今はですね、昔は無料だったんですけど、今は会社によっては1000円ぐらい。そう、で、電車はもうほぼ無料ですね。無料、本当にごく一部だけ手荷物料金かかりますけど。はい、いいね、こういうの、うん。あとこれ今インターネットで生放送しながらやってるんですよ。インターネットで。だから、ね、これこの辺りに入ると映っちゃいますから。はい、まあ、顔はここには来ないと思いますけどね。で、今これでその自転車でこうやって袋詰めして帰るんですっていうのを見せながらやってるんですよ。世界中の皆さんが見てるわけだ。まあ大体日本ですけどね。ほぼ 99% で、こうして、このギアは何匹なんですか。これは前が3段、後ろが10段で30です。昔は 3×7 ぐらいだったんですけど、はい、最近なんか段数がどんどん増えて。何十台も走っていったんですよ。そう、今日友達も走っていったんですよ。走るんですか。うん、私は今日用事があってもうこの時間で帰っちゃうんで、途中では晴れてきたんですけど。で、このキャリアも取り付けて、うわ、今何やってるか見えたかな。それからどこまで帰るんですか。今日横浜の方まで帰ります。電車で2時間ぐらいですかね、鈍行で。で、横浜から来てこっちの方を半日走って、半日走ってまた帰ります。これ結構重たいんで、こういうパッドつけて、はい、
このヘルメットもこれから中に入れてしまうんですけど。あ、そういうんですか。あ、そうだよね。かぶって電車乗るわけですね。まあ乗る人もいるんですけど、私はこの中に入れちゃってます。一応この完成した状態をネットの方に見せてから。じゃあこれでパッキング完了しましたんで、これで放送終わります。あとは適当に鈍行に乗って帰りますんで。よいしょ。この中に入れて、この放送とかやってたんですよ。で、今これで飛行機特技ついたんで、あれ？これ映ってんのかな？まあいいや。ありがとうございました。これで終わりです。